下校時急に降り出したからな。おかげでずいぶん濡れてしまった。確かにびしょびしょですね。せっかく乾燥機あるんですし、服乾かしたらどうですか。ああ服はこれしかない。私に裸になるというのか。違いますよ。スケスケの服でこんな癒し感出すなんて、さすが。今日はありがとうね。いえ、私も楽しかったです。そういえばあんた、早く結婚しろって言われたんだって。相手探してんなら息子もらってきな、タイプだろ。サキさん何を。さあご飯にするから未来の夫呼んできて、なんて。プププ、からかわないでくださいよ。まったく。早く寝ようぜ。先生。バカ者。卒業まで待って。